ホイヒエルハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ギーセン軍に属す、町村である。軍庁所在地ゲイセンの西隣に直に接している。人口約8000人が、ホイヒエルハイム地区と金前マッハ地区に分かれて、暮らしている。この二つの集落は1967年4月1日に、合併して新たな自治体、ホイヒエルハイムとなった。ホイヒエルハイムは、議センと、 ベッツラーとの間の地域であるグライベルガーランと共同体に属している。主流はビーバーガー沿いに位置する。ビーバー川はここからわずか数キロメートルでラーン川に合流する。ホイヒエルハイムは北はビーバータール及びベッテンベルク、東はギーセン、南西はベッツラー、西はラーナウと境を接している。ホイヒエルハイムはベッテンベルク、ビーバータール、 ラーナウと共にグライベルガーラントを形成している。1967年になるまで、当時独立した町村であったホイヒエルハイムとキンツェンバッハはそれぞれ異なる軍に属していた。当時、ホイヒエルハイムはギーセン軍に、キンツェンバッハはベッツラー軍に属していた。1960年代の初め、両長村は教育目的連合を発足させ、これが、 最終的に1967年4月1日のホイヒエルハイムへの合併につながった。1977年から1979年までホイヒエルハイムはギーセンとベッツラー及びその両子に挟まれた町村から行政上形成されたラーン氏に属した。ラーン氏ではホイヒエルハイムとキンツェンバッハはホイヒエルハイム都市管区を形成していた。この時代の名残で 現在も、地バス路線は、ギーセン、ホイヒエルハイム、ラーナウ、ベッツラーを結んでいる。1949年から1957年まで、ホイヒエルハイムには、ギーセンからのトロリーバス路線があった。この路線、4は、後にディーゼルバスで運行された。この路線は、駅、リービヒ通り、ゼルタースモン、ゲーテシューレ、オスバルトガルテン、ヘッセンハレ、 ホイヒールハイム東、バーンシュトラーセ、ルードリン通り、ハークに停留所があった。路線4は1998年にベッツラー行きのバス路線21と統合され、路線番号24となった。歴史上の名称には以下のものがある2011年3月27日の超議会議員選挙以降、ホイヒールハイムの超議会は31議席からなる。 ラルスブルクハルト、シュタインズは2009年6月7日の町長選挙で51.8%の票を獲得して勝利した。当時現職だったヘルムート・フリッケは立候補しなかった。1985年から1997年までは、ビリー・マルクスがホイ・ヒエルハイムの町長を務めた。2015年6月14日の選挙でラルス、 ブルクハルト・シュタインズは74.58%の票を獲得して対立候補のマルティン・ダービースに勝利した。この選挙の投票率は52.33%であった。ホイ・ヒエルハイムは、例えばシュンクグループのような炭素工学の大企業を持つ重要な工業地である。ファ・ベルケンホフはここで電気ケーブルの製造を行っている。はコンクリート板や 造園用の天然石、コンクリート加工製品の製造を行っている。かつてホイヒエルハイムでは、タバコ工場やカメラ工場が重要な企業であった。TS 界ホイヒエルハイムの存在によりスポーツも大変に人気がある。ハンドボールや卓球で特に大きな成功を記録した。ハンドボールでは、TSF の男子第一チームが、オーバーリーガに昇格し、2009。 2010年シーズンはオーバーリーガを保持した。女子第一チームはヘッセン・ランデスリーガで注目を集めた。この他にホイヒールハイムではサッカーが楽しまれている。毎年8月のミッドナイトレースにはこの地域全体の人々がこの街の通りに集まって来る。キンツェンバッハ地区にもスポーツクラブがある。SG キンンバッハはサッカーの他にバスケットボール、体操、 卓球の部門がある。マルティン協会、ホイヒエルハイム湖町の南に位置し、レジャーに利用されている。ホイヒエルハイム湖は、かつて春節湖で、現在は、ウォータースポーツが行われている。また、町の南と西に、ラーナワー自然保護地区があるが、ここにも春節湖があり、様々な水鳥の産卵地あるいは、休憩地となっている。この町の見どころは、 旧金銭バッハ駅の郷土博物館とカメラ博物館である。これらはカルチャーリングホイヒエルハイム金銭バッハ EV が私的に運営している。2003年にホイヒエルハイマーシュネイアプフェルは果樹園芸協会 EV のヘッセン州部会によりこの年のヘッセン州ローカル品種に認定された。この認定によってヘッセン州に古くから伝わるこの品種が注目を集めた。 これにより、老木の養生処置、萩枝の生産と樹木学校への配布、植樹活動、講演会や展示会などの様々なケアや広報活動が行われている。ありがとうございます。